従業員の健康づくりを企業が推進する健康経営という取り組みが注目されています。週刊健康マガジン、今夜は健康経営実践企業株式会社トータルをご紹介します。株式会社トータルは保険代理店業務を営んでいます。健康づくりのための積極的な活動を行った企業として長崎ヘルシーアワードを受賞したほか、経済産業省、厚生労働省が策定した基準に基づく健康経営優良法人にも認定されています。当社では社員は花、幹は会社、社員みんなで笑顔の花を咲かせようという理念のもと UYK という健康づくりを行っています。 UYK は運動、野菜、健康の頭文字で、毎日の運動量や野菜の摂取量を共通の掲示物に記録することで、それぞれの取り組みを見える化し、生活習慣の改善を図っています。また、社内にはエアロバイクを設置しています。これらの取り組みを継続した結果、手作り弁当の持参者や禁煙に取り組む社員が増え、健康志向のムードが高まっています。お昼休みにはリフレッシュスペースを利用したり、毎日 70g 以上の野菜を食べることを目標にしたりと、 UYK キャンペーンに積極的に参加することで、自分自身健康維持や健康増進の意識が高まりました。会社で社員みんなで楽しく取り組める環境がありがたいです。他にも検診受診率 100% を達成するため健康増進委員会を設置し、受診計画から再検査までを一元管理しています。検診後の保健指導も義務とし、時間と場所を確保するなど全面的にサポートしています。また従業員50人以下の事業所では産業医の配置は義務化されていませんが、当社では産業医と契約し、社員の健康管理に努めています。社員、スタッフみんなが笑顔でいられることを目標に、今後も健康づくりを推進していきます。週刊健康マガジン、次回は健康経営実践企業エコー電子工業株式会社をご紹介します。